チャーブフォースです。さあ、バイオハザード7パート2やってまいりましょうということでね、行かれた家族が3人とも出て行ったというこの状況の中で一体どうするかというと、おばばと I gotta get on this というわけではなくて、こうやってね、椅子をちょっと揺らしていた。あ、早い、意外と早い。はい、前回は、奥さんをフルボッコにして、で、その上でね、パミパンおじさんに熱烈な歓迎を受けて、で連れてこられてディナーに招待されたという、なんとも微笑ましい、瞬間でございました。でね、今日はちょっとまずね、新聞から言ってもらいたいと思いますね。ルイジアナで男性3人行方不明。今月9日、ルイジアナ州ニューオーリンズから同州ダルベイに出かけた男性3人と連絡が取れないとの通報を受け、州警察は何らかのトラブルに巻き込まれた可能性もあるとみて捜索を開始した。連絡が取れないのはピーター・ウォーケンさん、アンドレ・スティックランドさん、クランシー・ジャービスさんの3人。インターネットに配信する動画撮影のためダルベイの取材を計画していたとのこと。ということなんですが、まあ、この辺りはね、ちょっと省略してるんで一体何のこっちゃっていう話なんですが、クランシーさんっていうのはね、ダウンロードコンテンツにも出てくるような人ですね。はい、これ一体何なんだろうね。ホルモン、よっぽどホルモンが好きなんだろうね。まあ、僕もホルモン好きなんですけど、この色してるホルモンはちょっと食べたくないかもね。はい、靴、臭そう。エブリン、違う。うん。で、いまだに慣れない。よいしょ。ということでね、まあ探索をね、ぼちぼちしていきながら、ハーブ。アイテム。なるほどね。OK。ということでね、おばあさんがね、実はね、こっち見てるんですよ。ほら。アンさん、誰ですのって言ってね。ね、あーそうだ、え、よく見たら目開いてないじゃん。閉じてるのにこっちに気合い気づく。まあそんなのはいいとして、特にな、さあ、あったなんかあるね。あ、これは開けられないと。はい、これは壊せない。ガレージ。こっち行っても仕方ないよね。いや、ほんと覚えてないな。とりあえずね、ファミパンおじさんがもう間もなく出てくるっていうことくらいしか覚えてなくて、ただこれどこで隠れてた方がいいかって話だよね。これね、ちらっと見て、ちょっと進んだら出てくるんじゃない。あれ、出てこない。出てきたよね。怖いよね。あれ、なんか見てるんだろうな、きっとね。すげえ。ほい。こっちだ。よいしょ。下がって。さあ、恐怖体験の時間ですよ。来るかな。おじさん来るかな。どこ行ったんだよみたいなね、感じじゃん。狂気の沙汰じゃねえよっていうね。で、こっち行って、とりあえずおじさんが、なんかね、ごちゃごちゃ、ガチャガチャと言うんでね、こっち来るのかなと。いやー、怖いね。結構怖いね。こっち来るのかな、おじさん。あの、さっき言った台所の先あるじゃないですか。あそこに行きたいんだけど、行けるかな、来るかな、来ない、行ってみる。おお、バレたー。え、バレてない。ゾイゾイかな。え、ちょっと待って、今さ、完全にさ、バレてたよね。バレてない。なんで今完全にさ、がっつり歩いてったよね。いやいや、おじさん、そっち行くの。
そっち。ごめんなさいね。もう本当ね、嫌になっちゃうよね。アプリが落ちちゃったみたいなんで、今また鍵を取ったところから入れ直してますが、さっきからね、ジャック・スパローが、ピースっていう感じでね、呼んだりしてるんですよね。で、ずっとここに待機してるんですけど、なかなか現れないんだよね。もう、見つけに来てください。それがかくれんぼの醍醐味だ。ということなんで、もう思い切って突っ込んでみる？もうダメージ覚悟で。それありだな。やってみっか。そっちの方がなんか盛り上がるよね。よし、行ってみよう。よし、よし。ウィー、ゴー！ダーテルトゥー、ドゥテル、ドゥテルトゥー、ドゥテル、イネシ。You know more about you, right? 見つけてやるからな。で、見つけた後はどうしちゃうの？うわ、ちょ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 ちただただ暴走してるだけじゃん。ほいほい。あ、ちょ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 。いやいや、ガードしろよ。痛い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 。かわいそうにな。マジかマジかマジか。頑張る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 。あれ、こんなことあるんだ。こんなことあるんだ。へえ、知らなかった。頑張るよ。頑張る頑張る。よしよしよし。これで駅を出させてくれる優しさ。さすがファミリーだ。あ、元気になった元気になった。お、大丈夫大丈夫。よし、痛い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 。ミスミー。会いたかった会いたかった会いたかったけど会いたかったけどガード、よし、ほいほいほい。Alright. うわ、分かったよ。そこで縮まってな、後で捕まえてくからよ。ああ、もう捕まえに来て、もうぜひ捕まえに来て、捕まえに来てほしいんだけどさ。なんでそんな優しいの？やっぱりファミリーだから。いいお父さんだよね。いや本当に、え、ちょっと待ってね。さっきさ、これやったんだけど、シコシコしたんだけど、シコシコ全然してくれなかったんだよ。なんでシコシコしなかったんだろう。やっぱりお父さんの前だからちょっと恥ずかしくてできなかったってやつ。あー、何言ってんだよね。うん、いやー、しかしまああんな風に切り刻まれたの初めてだったんで、結構ビビりましたね。まあ突っ込んでって正解でしたね。あのまま多分ね、あのバタ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 しててもなかなか意味がなかったと思うので、はい、登ってみよう。ただこんなとこでこんなダメージ受けて、くさそう、凄まじい悪臭だ。洗えよ。うん、あ、アイテムボックスですね。で、ハーブ、ハーブと、これ薬、あれ薬液じゃないの、これ。あ、薬液だよね。で、タブで、ちょっとタブタブ慣れないな。で、これを作りたい。あ、勝手に作っちゃった。あ、まあいいや。まあ、で、作ったとして、で、OKOK。で、電話、本館の取り図。で、これは、もしかしたら、私、ね、違う違う。出てこねえし。助けも呼べられる、呼べねえっていうね。いやー、過酷な状況ですね。で、やばいな、地図とか全然覚えてないからね。これなんかあったっけ。どっか開けられたよね。開けます。あ、キーピックめっけ、もうない、もう何もないね。オッケーオッケー。キーピックはこれ数制だったっけな。オッケーオッケー。じゃあとりあえず、あ、凄まじい激臭。なんかスペシャルアイテムとかある。運転免許証、運転免許証と見合う、誰だよ、ここに預けたやつまあいいや、これはもうとりあえず預けよう。で、あとは、一旦はいい、持っといても大丈夫かな。オッケーオッケー。よし、じゃあ、ファミパンおじさんもどっか行っちゃったんで、一旦出ましょう。ほい。先外して。で、出ようとすると、まさかの、お電話パート2なんですよね。ということで、もしもーし。お邪魔しまーす。You did good, Ethan. よかったね、イーサン。ゾイだな。あいつら、What the fuck are you? Shut up and listen if you wanna stay alive.黙って、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 メインホール。あと腕のコデックスっていうのを。おー、デンジャーじゃん。やべ。デンジャーになってる。あー、
なんとかなるっしょ。なんなんだこいつ。本当なんなんだこいつって言ってたよね。で、確かもファミパンおじさんはもういなかったはずなので、ここが確かあれだよね。こっち。カチャ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 。おお、いいね、回復薬。で、おっさんがいなくなったんだけど、あれ？ババアもいない。ババアもいない。どこ行ったんだろう。てか、ここにさ、テレビあってもいいはずなのテレビもないよね。あ、なんかこんなんあったっけ？雑誌。はい。暴かれし神言。フライブ、オブライエー。小説家になったって言ってたっけ？確か。ああ。そうだそうだ。そうで、なぜか E さんを閉じ込めたつもりになってどっかに行っちゃったっていうパターンなので、さっきこれ見たっけ、見たよね。これが多分ねゾイだと思うんだよね。これよいしょ、回せてない。まあいいや。であともう2つくらいなんか写真あったよね。これがふてふてしい顔つきだルーカス、2013年の2月のルーカスと。だからさっきのイカれた夫婦、これ実物じゃねってね、若干騙されて25回目の記念日に。おお、こんなに身長差あったんだね、全然人が変わったよね。でこれがなんかあのミスターエブリシングかなんかそんなんだったよね。でここ行きたいんだけど、これがだからそのなんかクラフトとかそういうのがないので、ところどころ引き裂かれてるのは。しかしまあでっけえみたいな。でここから見てたということですね、家来てないかと。さて、じゃあそろそろ、あやまカップが来てるはずなんで、来てたかな？あ、来てるね。来てるね。これどう見てもね、これちょっとゾンビに見えるね。でもさっきから椅子がね、こんなとこに椅子あったっけって。はいはいはい。なになに？なに？なになに？Hey, you guys, help me. 助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんた、ここの人間なのか？つまり、この家に住んでるのか？みんな俺か？そうじゃない。違う。そうか。実はこの辺りで失踪資金があったと通報を受けてね。You understand. それでもじゃない。ここから出たいんだ。まあ、落ち着いて。You're not listening to me. 俺の話を聞いてくれ。この家で借りた奴らに殺されそうなんだ。そうか。じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあまりまともな人間には見えないぞ。なんだと？ニョロッパーな。変な髪型しやがって、それどう考えても生えてるっていうよりも乗せてるって髪型しんじゃうかんやろ。まあ、嘘者、まだいけるんだろうな。分かったよ。でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろ、そこで話そう。バイバイ。Hey, wait. You gotta give me your gun. まあまあな、怖いこと言うな。Look, officer. Deputy. 保安官補佐だ。Right. 保安官補佐と保安官ってどっちが選んだろうな。補佐だか保安官がいないのかな。You wanna see my name in the obituaries? どっちがいい？俺を新聞に仕事してるか、助けて一着ヒーローなのか。ヒーローという言葉に引っかかった。これならあげるよ。A fucking pocket knife? Here.これで十分だろう。まあ、ないよりはね、マシですからね。ほら、さっさとガレージへ行け。Now だ。了解。じゃあ、後ほどお会いしましょう。まあ。あちょ。あちょ。あちょ。ほい。ほい。ほい。ああ、すごい。オッケー。ということで、今からボス戦なんですけど、まあ、キリもいいところなんでね、早速ね、ボスを倒すところの前で終わっていきたいと思います。特にあと調べるとこなかったよね。ここに行っているとかもないよね。オッケーオッケー。で、特に木箱で壊すところもないし、ここ、開けるんだ。開けて逃げれるんですね。オッケー。ということで、セーブして終わっていきましょう。まあ、本日というか、今作品初のね、ということで押しのけられた。いやー、ほんと黒いよね。ここら辺とかさ、なんなんだろうね。カビ生えてるチョコレートで、チョコに壁って入んのかなって思うけどね。閉めます、押さえます。はい。まあ、ババアがどこに行ったのかってのもすごい気になるけどね。まあいいや。ということで、本日の動画以上としましょう。セーブしてね、終わってまいります。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。
と思ったんですが、アプリが落ちたりね、キーボードがむちゃくちゃになったりっていうので、ね、もうカツカツっていう続きものばっかりだったんで、もうボス戦やっちゃいますね。ただね、皆さんここからグロ注意ですよ。さっきね出てきた黒人の警官がいるじゃないですか。あの人のね面がバレるっていうね、もうなかなかグロいです。いやいや、そんな話じゃなくて、あ、でも本当にグロいですよ。ただね、規制版なんで、これねグロテスクバージョンだったら本当に頭切れるんですよ。切れるんだけど、ただ刺さるだけなんで、そんな怖くないんで、ね、どう見てもだってさ、これさ、岩の根が乗ってる頭じゃん。生えてるって感じしないよね。質問に答えろ。信じるわけないさ、答えろって。もうちょっと始めろ、また信じない。で、どっから割れたの、ジャックっていうね。ってね、全然刺さった感しないからね、ご安心ください。ほい、仕方ない、お前もここでして殺してやるとしよう。はいはいはい。はい、成功ということでね、早速ヤッホー、ブチッシュッシュッシュッ、ボス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 、全然これ、ちなみにこれ一応ボス戦よ。ボス戦なんだけど、圧迫し圧迫し圧迫し、これこそあの本当の壁の、来いよって言ってる。ほら、壁乗ってほしいんだよ。うい、どっか行った。よしよしよし、まだ立ち上がるかね。さあ、壁ドン再び。ちょ、ちなみにこれね、むちゃくちゃやってるけど、よく見てくださいね。サイドミラーとかよく見てくださいね、皆さん。ほら、これどう見ても E さんの車なんだよね。どうやって入れたの、鍵かけっぱなしだよ。やれ、あ、シェッ、うおいい車持ってるじゃないか。そりゃそうだよ、だってサイドミラーがおしゃれなんだもん。うわぁ、やっぱ自動運転新しいテスラだっけ、やっちゃえ、ミスターのパート2。くそー、あ、バイク、うん、Let's finish this, you and I. Let's finish this, you and I. すげえ楽しそうだな。だってこれ誰がアクセル踏んでんの。ジャックアクセル踏んでないよね。キョロキョロしてたけど、まあ、口取り警官、よし。で、こっからね、ジャックが出てきます。ジャックが出てくるので、とどめを刺しましょう、うん、ジャックが出てきますので、ほい、なんか言ったかな、ほい。いや、燃えながら来るんじゃないよ。燃えながら来るのはもうジャックか、もしくはもうディーコンくらいだよね、ほんと。でさ、これおかしいよね。体が燃えてるんだけど、ズボン燃えずに上の服だけ燃えてるっていう事実、うん、腕立てやりすぎて上がらなくなった人みたいになってるけどね。まあいいや、はい、ボス戦意外とあっさり終わっちゃいました。本当はもっと簡単にやる方法が実はあって、まずね、車じゃなくて銃を取るじゃないですか。で、鍵取ります。で、ジャックに車乗せるんですよ。ジャックが車をね、僕が運転してたんですけど、逆にジャック車を運転するっていうパターンもあるんですよね。ジャックが車を運転してる際に、運転するっていうか、あれ、警官ちゃんさあ、何、ここら辺にいたよね、確かね。ここら辺にいたのにだいぶ移動してるよね。いやー、しかしもうあっけなかったですよね。目閉じろよ、せめて。っていうね、ジャックが車に乗り込もうとします。で、その背中をナイフで切りまくります。で、乗った瞬間に銃をできるだけ、なんか5、6発撃って、で、ナイフであと切ったら勝手になんか自爆するっていう、そういうオチがあるんです。Do I have your attention, boy? You're about to see some wonderful. 勝手に使わないで、ハンドがもったいないじゃん。で、これね、面白いんですよ。これね、見てたら、おお、美味しいもん食べたーって言って、ね、口パクパクさせるんですよ。動かなくなったけどね。あー、今ちょっとあんまり見せられなかったな。口パク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 ってしたんですけどね。うん。あと
とさ、右腕が完全に鉄骨貫通してるけど、まあそんなとこんなで第一戦のボス戦意外とあっさりできたな。あ、俺これキーボード操作慣れてきたかもしれない。いいねいいね。ショットマは手に入ったけどショットガンないよ。なんかバイオ特有の弾から手に入るスタイルね。くる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 。で取ります。でレリーフ取ると、はい、これで休館になるのかな。休館の方に行けるようになると。うん、いやーまあよかったね。とりあえずじゃあレリーフ開けます。で、そうするとあの怖い女の子から電話がかかってきますっていうところまで行って、もう一回セーブして、じゃあこのパート終わりにしていきましょうかね。うん、ちなみにこれ開けれます。でこれでね、ジャックがいなくなったりとかしない。死体はある、ジャックはいる。あ、じゃあ何も変わりないね。よし、行こう。あの一瞬でね、ジャックがどっか行ってたってなったらね、本当に怖いからね。ババアがいなくなってんだよね。ババアどこ行ったのかな。あの人自分で行けるのかな。うん、ちなみに体力はどない。ファインっぽいね。よし、じゃあとりあえずレリーフを使って開けに行って、でセーブして終わりましょう。だいぶ慣れてきたね。でもね、こうレフとかでもとっさにやっぱりね、こうしゃがんだりとかふっと振り向いたりとかってこういうのができる。よし、 OK。 でここにショットマがあるんだっけ、ショットマじゃない、ショットガンがあるんだけど今は取れないので一旦無視で、薬液取ります。新聞、ルイジアナ南部で相次ぐ失踪、2年で20人以上、ノースカロライナ州在ヘレン・ミッドキフさん、ルイジアナ旅行中の21日頃から消息を絶っている件を受けて、州警察のハウエル警部は同州南部地域での行方不明者がこの2年余りで急増していると記者に語った。不明者の多くは旅行者や不老者で、その数は少なくとも20人に上ると見られている。警察では何らかの犯罪に巻き込まれた可能性もあるとみて、地元住民の聞き込み強化や捜査員の増員を行うとのこと。アリッサ・アッシュクロット。なんか外国の人たちの名前っていちいちかっこいいよね。取れた。でこっから外に行きたいと思うんだけど、でいつも思うんだよね、こういうさ、なんかクラフトっていうの、こういうのさ、レリーフとかさ取っていくって行かないといけないっていうさ、ここぶち破ればさ、もう外出れるじゃんっていう話だよね。ナイフでもいいし銃でもいいしさ、うん、もったいないからやんないんだけどさ。アンティ行こう。いいね。あれ電話やんちゃったよ。いいの電話。どんどんアイテム取れるの。よし。でこいつを壊すと確かなんかアイテムが手に入るかなんかだったんだよね。あとは内情部かなってか、いろんなとこで飯食べてるよねこの人たちね。チップス、サメ、あーいかにもアメリカっぽいね。もう一回電話鳴る？電話鳴ってないけど、出たらあれ？あれ？あ、やっちゃった？やっちゃったね。しまった。何かっていうと、ゾイから電話がかかってくるんですよ。で、パパを倒したんだね。何？あいつがパパだって？みたいな。まあ、とにかく、詳しい話は後でするから、外のトレーラーで落ち合おう、みたいな話をして終わるっていうオチだったんですが、すいません。カットしちゃいました。ということで、ボスも無事倒すことができたんで、パート2、本当にここで終わりたいと思いますが、その前にミスターエブリウェアを、エブリウェアを、あっちのエブリはやってなかったな。まあ、いや、そんなこんなで終わりたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。